皆さんこんにちは。今回は、TikTok にアップされている怖い動画について取り上げます。不気味な人形の写真とともに不穏な噂が流れているらしいのですが、少し前から、不気味な画像や動画のリクエストを募集しておりましたが、その中で TikTok で見た映像を調べてほしいというリクエストをいただきました。その映像というのが、人形にされた女の子、と検索すると出てくる動画です。実際に見てみましょう。13秒ほどの動画で、ボロボロの人形を映し続け、ノイズ音とともにボーカロイドと思われる歌声が聞こえてきます。これだけの動画なのですが、2021年にアップされて以来、多くの人に流れてきている動画のようです。忘れてはいけない、というタグがついておりますが、動画内に映る人形と何か関係があるのでしょうか。コメント欄を見ると、多くの人がこの動画について疑問に思っているようですが、何の意図があるのか不明です。しかし、いくつかこの人形に関する噂が書かれており、約300年ほど前に捨てられ、韓国から日本にやってきたとか、女の子が人形にされたもの、とか目があったらやばいというような曰くつきの人形らしいです。少し気味が悪いのが、最初は人形の目がぼやけているように映っています。しかし、後半部分になると目にピントがあったのか、しっかりとこちらを見ているような感じになるんですよね。そして、さらに不気味なのは数日前から韓国語で同じようなコメントが多く書き込まれており、翻訳してみると、あなたの目を勝手に見つめてごめんなさい、という意味になります。このようなコメントが、全く同じ文章で大量に書き込まれており、それぞれ別のユーザーが書き込んでいます。韓国では、この人形と目を合わせるとやばいというような噂が広まっているのでしょうか。非常に気持ちの悪い動画なのですが、この動画は一体、さらに調べてみると、同じ投稿者から同じ映像がアップされており、そのコメントを見ると、286年前に捨てられた8歳の女の子が人形に憑依したというような噂が投稿者から語られております。この投稿者、政治的な動画を多くアップされておりますが、スピリチュアルな方向にも行っているようなので、この動画の噂に関しても少し怪しいです。映っている人形について調べてみると、千葉の廃病院に落ちていたものだという情報がありました。まずは、この人形の出所について調べていきます。さて、目を合わせたら本当にまずいという曰くつきの人形らしいのですが、千葉の廃病院に落ちていたものだという情報がありました。調べてみると、千葉県に位置する廃病院で、昭和20年に開業されたものの、院長が高齢のために引退し、そこから自宅や病院がそのままの状態で放置されてしまっている場所のようです。訪れた方は多くおり、ネット上には映像や写真が多くアップされております。その中で、今回の映像で使われた人形のシーンを含む動画を発見しました。こちらの方がアップした動画で、物が散乱する建物内を探索していると、ボロボロになった人形が発見されます。で、ちょうどこの角度のシーンを抜き出してみるとあの動画に使われていた人形と一致します。隣に落ちているビニール袋の光沢まで一致しますので、間違いなくこの動画のシーンを切り抜いたものでしょう。ただ、人形の劣化の仕方が少し異常で口元がボロボロになっていたり、頭が取れてしまっています。先ほど説明しましたが、この廃墟はよく人が訪れるようで、ひときわ目立つこの人形をいじる人がいてボロボロになったのかもしれません。そういった意味では呪われていてもおかしくはないのですが、冒頭にあったような噂は TikTok で作られたものでしょうね。しかしながら、もう一つ謎が残っておりまして韓国語で書かれた大量の同じコメントです。あなたの目を勝手に見つめてごめんなさい、というようなコメントが多く書かれておりますが、おそらくこの人形と目を合わせるとやばいというような噂から、このようなコメントを書くと呪いが解かれるというような話があるのかもしれません。いずれにしても、この噂の出所は韓国にある可能性が高いです。この文言で検索してみると、
主に TikTok で怪談を流している動画が多くヒットします。どれも霊の動画とは無関係なのですが、あなたの目を勝手に見つめてごめんなさい、というコメントが多く書き込まれています。これ、かなり謎なんですが、ある YouTube の解説動画によれば、韓国語以外にも英語で同じコメントが書かれているケースもあるらしく。どうやら、現在ネットに広まっているとある迷信が原因ではないかとのことです。どのような迷信なのかというと、幽霊は自分と目が合った人物の目を持って行ってしまうという話があるようで、あなたの目を勝手に見つめてごめんなさい、というコメントを書くとそれを防ぐことができるという迷信があるみたいです。なので、とりあえず怖い系の動画にはこのようなコメントが多く書かれる傾向があるようで、主に TikTok でこのような迷信が広まりつつあるようでした。おそらくですが、今回の不気味な人形の動画に目を合わせたらやばい、というような噂が書かれていたのも、現在 TikTok で流行っているこの迷信が影響しているのではないかと考えます。というわけで、この人形が映る不気味な動画についてですが、人形は千葉にある廃病院を撮影した動画のワンシーンが使われており、怖い噂については投稿者や、現在 TikTok で流行っている怪談から作られたものであると考えられ、この動画自体は単に怖い BGM と拾った人形の画像が使われているだけですね。この人形よりも、奇妙なコメントが大量に書かれているという TikTok の現状の方が怖い気がしますが、とりあえず、幽霊と目を合わせてはいけないというような怪談が流行っているのが原因のようです。前にも見かけたのですが、この手の怖い動画に書かれるコメントは国によって異なる傾向があるようで、確かインドの方だと、怖い動画のコメントに神に祈るような内容が多く書かれていた記憶があります。一種の呪いを防ぐような意味合いがあるのでしょうか。日本ではあまり見かけないですが、呪いを消す手段が書かれているチェーンメールが流行っていることを考えると、それと似たようなものなのかもしれませんね。いかがでしたでしょうか。今回は久しぶり、の心霊要素があるネタの紹介だった気がします。TikTok 内で流行る独特の都市伝説というのも面白いですね。さて、以前も告知しましたが、ネットに出回っている不気味な動画や画像については専用のフォームを作りましたので、もし何かリクエストがあれば、そちらのフォームから送っていただければと思います。